計の文字盤にホールを採用されたっていうこと、50年100年って色褪せなく長持ちするんじゃないかなというふうに私は確信してます。出来栄えを左右するのが下塗り工程、鉄と接する下ぐすり、下塗り工程をいかにきれいに上げるかということだと思います。あまり厚いと針が回らない、ある程度の厚み深みがないとその特徴ある色は出せないものですから、 0.01 ミリっていう見極め、これをできるかできないかっていうのは、いわゆる五感働かして吹きつけて焼き上げるというところが一番重要になるかと思います。焼きの時間というものはですね、色に影響を及ぼしますので、やはりしっかりと守ってやらないと同じ色合いものは出てこないんで、色の温かさとかそういうのが一目瞭然わかるかなというふうに思います。色褪せない温かみのある腕時計、皆さんが手にした時にですね、この美しさがいつまでも色褪せないってことを体感していただきたいというふうに思います。